皆さん、こんにちは。アンチョビです。お久しぶりです。1週間ぶりくらいかな、多分。1週間ぶりくらいだと思うんですけど、何から話そうとりあえず編み物しながらちょっとお話しようかなと思います。で、こっちでいいか昨日、おとといと昨日で、仙台に行っておりました、母とね、旅行で行ってきたんですけども、何から話そうちょっとね、観光という観光ができなかったんですよね。そう、まあ理由はいろいろあったんですけどちょっとね、あのお互いに計画をねここ行きたいねとかはあったんですけど、ちょっとね、予想以上にあの行きたい場所が広かったようで、広いし仙台駅から離れてて、でその場所に行くためにはちょっとねその行きたい場所から最寄りまで離れてるとか、ちょっとね下調べがお互い足りずっていうところで、そうで、しかも今夏休みじゃないですか。夏休みで、で今日ね 10月じゃない8月の今日12日かなんで12日になったんだろう。まあ8月の12日ということでね、まあお盆ですよね。お盆の時期で帰省ラッシュっていうのもあって、まあ人すごかったですね。うん、駅の方に行くとね、もう観光の方もいらっしゃるだろうし、まあ帰省してね、夏休みだからって帰省してか、あの来る方もいらっしゃるし、あとね、外国の方がすごく多かったね、駅の方行くと。まあ観光でいらっしゃったと思うんですけど、もうね歩くの大変だった、駅のとこ。とかはね、まあ平日の木曜日かだったんですけど、その10日は何時ぐらいかな、お昼ぐらいには仙台の方に着いて、でまあお土産とかね見ながら、この後どうしようかとかしていたんですけども、本当は松島の方にもね行きたかったんですけどまあなんせね広いんですね、あそこねそう、なんか夜にね牛タンを食べに行ったんですよ、母と。牛タン焼きね、いやめっちゃ美味しかったすんごい美味しかった。うん、ちょっとお写真載っけますね、どうぞ。まあとにかく美味しかったです牛タン牛タン焼きだからやっぱり焼肉とかと違って、いや美味しかったそう、まあ牛タンを食べた帰りのタクシーで、そのおじさんがね、松島に行きたいんだっていう話をしたんですよ。でそしたら、いや松島も広いし、まあ仙台駅から行くにしても電車でも40分ぐらいかかるし、でそのあ、昨日の11日にね、本当はかき氷屋さんじゃねえ、お団子屋さんも予約してたんですけど、ちょっとね、そこまでの予約時間に間に合わない
ていうことになりまして、うん、なのでちょっと松島に行くのも諦めて、まあそれで明日かき氷屋さん行こうかみたいな、かき氷屋さんじゃない、団子屋さんに行こうかっていう話をね、10日の夜にしたんですよ。なんだけど、その後に、被災地の小学校にもね、行こうかっていう話もしてたんですけど、なぜね、ちょっと、帰るための新幹線の時間がずれてしまったんですよ、早めに。そう、ちょっと、これね、ちょっと、こっち都合でね、ちょっと早く帰らなきゃいけなくなってしまったんですけども、まあ、そんなこんなで、ちょっと観光という観光ができず、で、仙台終わってしまいまして、うん。まあそういうこともありますよね。でもね、お土産を見る時間はたくさんあったので、お土産をね、たくさん買ってきましたよ。うん。仙台ね、初めて行ったんですけど、仙台ってずんだもね、有名だと思うんですけど、ずんだシェイクを初めて飲みました。いやー、美味しかった。美味しかったしか言ってないけど。ずんだシェイクね、なんて言えばいいんだろう。シェイクなんだけど、まあ、クリーミー。まあ、ずんだって枝豆じゃないですか。枝豆だから、クリーミーな感じがして美味しかったですね。でも私なんかは到着してすぐぐらいの時に、たまたまね、ずんだシェイクがあるお店に母と入って、あ、これ SNS で見たやつだっていうことになって、で、飲んだんですけど、美味しかったね。うん。美味しかったからさ、翌日のね、昨日の11日帰ってくる前にもさ、もう一回ずんだシェイク飲みたいっつってさ母と言ってきましたよ、うん、2日目はね、一番大きいサイズをね飲み切りましたね。美味しかった。もともとずんだが好きなんだけど、あー、ずんだのシェイクこんな感じかみたいな。なんか昨日の昼間にね、仙台ってこけしも有名だと思うんですけど、こけしのグッズと紅茶を販売しているお店に行ってきたんですね。で、そこの店員のおじさんがね、この間ラルクアンシエルさんが仙台の方でライブをしたそうなんですけれども、その時にずんだシェイクをね、メンバーの方、ラルクアンシエルのメンバーの方が飲んだそうで、美味しいっていう、まあそういう話になりまして、あ、ラルクアンシエルもずんだシェイク飲んだんだって。なんか、身近な感じがちょっとしちゃいましたね。うん。まあ今日はね、帰ってきての翌日なので、まぁ、ちょっと疲れが、まぁ、昼間ね、日差しが暑かったんですよ、やっぱり。まぁ、夏だからしょうがないんだけどね。そうそうそう。で、汗も普段かかないのに、めっちゃかいたもんだから、多分相当疲れたんでしょうね。今日、半日ぐらいは、寝てたんじゃないかな。朝はね、早めに目が覚めたので、まあ、彼氏さんが夜勤だったので、その帰りを待ちながらとか、過ごしてたんですけども、まあ帰ってきて、まあ少し喋ってから、もう私は眠くてしょうがなくって、
で、そっから何時間も寝て、一回トイレで起きてまた寝てっていうね、今日そんな感じでした。仙台でもね、まあ、日差しは強かったんだけれども、日陰に入っちゃうと涼しいし、で、風がね、熱風じゃない。風が熱風じゃないなって感じましたね。過ごしやすかった。夕方、10日にね、まあ昼ぐらいに着いて夕方ぐらいになってくると涼しくって感動しましたね。うわーいいなーと思って。もともと暑さに弱いタイプだから、仙台こんなに涼しいのか。まあ日差しはね、ちょっときついけども、そんな感じかな。あとね、お土産はね、いっぱい買ったし、まだね、ちょっと、彼氏さんと食べてないんですけれども。あ、先にあれだけ見せちゃおうかな。自分で買ったやつなんだけど。じゃーん。可愛くない？ずんだって書いてあるの。これ知ってる方いますか？モケケです。モケケ。このモケケってすごいたくさんの種類があるそうなんですけど、前にね、伊豆に出張だった父が、モケケの、交通安全って書いてある、カエルのもの用のね、カエルの顔がいっぱい入った模様のモケケを土産に買ってきてくれたことがあったんですけど、あ、モケケってこんな可愛いんだってそこで思って、で、モケケね、仙台にもあればなと思って、お土産屋さん見てたら、モケケ何種類かあって、なんか、ちょうどね、先週だったのかわかんないんだけど、七夕の時期だったんだよね、仙台が。で、仙台のその七夕バージョンのモケケもいるそうなんだけど、私は遭遇できなくって母にね付き合ってもらって何店舗も見たんだけど、七夕バージョンのモケケと出会えなかった。このずんだ可愛いでしょ。ここねちゃんと枝豆の形なの。後ろはねすごいシンプルなこんな感じ。そう。で、モケケね、他にも、伊達政宗がね、有名な土地なので、それの関連するモケケが確か3種類ぐらいあるのかな？確かね。で、あと、ホヤ。ホヤってさ、私食べたことないからわかんないんだけど、赤い、なんか、大きいやつ。トゲじゃないんだろうけど、なんかトゲっぽい凹凸みたいなのがあるよね。そんなイメージしかないんだけど、そのバージョンのやつもいたし、あと何いたっけ？あ、牛タンだからね、牛タンのモケケもいたね。そのとこかな。確かその、それぐらいだった気がするんだけど、もうね、この色合いと、この顔。かわいいよね。で、この枝豆ね。そう。一発で気に入って、この子を迎えしました。あとね、じゃーん。今日これ、荷物ね、キャリーバッグの中に入れて配達。往復でね、キャリーバッグ送ってたので、その中に入れてたから、今日洗濯して、シワシワなんだけど、見て見て。かわいいでしょ、これ。こけしなの。こけしのね、島貫さんだったかな？行ってきまして、たくさんのね、あれ、どれぐらいいたんだろう。いたんだろうっていう言い方があってんのかわかんないけど、そう、たくさんのこけしね、
こけしっていろんな種類があるんですね。なんかイメージ的にはちょっとなんか怖い顔怖い顔って言ったらね、こけしが好きな人に大変申し訳ないんだけど、うん、そうそうそう、なんかね、可愛らしい顔の子とか、なんかのんびりした顔の子とか、あとね、ひな祭りのバージョンもあったり、あとなんかね、的漁師かみたいになってるのもありましたね。うん、なんか説明書きいろいろあったんだけど、もうそのいろんな顔に対して私も面白いなとか可愛いなとかね見るのに必死すぎて、どれがどんなこけしなのかっていう説明書きを一切見なくって見てくればよかったなって思ったんですけど、うん、でこれはね、自分用に、これはガーゼのハンカチなんですけど、これを買ってきました。でおばあちゃんにもね、こけしの柄が入った可愛い手ぬぐいを買ったので、今度ね会う時に渡そうかなって思ってます。はい今日はねちょっと疲れてるので、そんなにお話うまくできなかったんですけど、まあこんな感じで仙台のお土産話させてもらいました。で仙台で買ってきたお菓子とかもあるんだけど、それはねちょっと動画が長くなっちゃうので一旦これで終えようと思います。可愛いでしょ。またね、こけしのね、缶詰に入ったこけしがあったのなんだけど、あ、これ欲しいと思ったやつが売り切れててそう、ちょっと断念しちゃったんだけど、まあそんな感じで今回はお土産話1で終えさせてもらいます。はい、ではまた次回の動画までお待ちいただけると嬉しいです。またねー。バイバーイ。